エイミー・リーは、アメリカのミュージシャン。エヴァネッセンスの、ボーカリスト・ピアニスト。目の色はグリーン。身長161センチメートル。エヴァネッセンス・マイアミ公演・エヴァネッセンス、ロサンゼルス公演・アメリカ合衆国カリフォルニア州、リバーサイドで生まれ、数度の転居を繰り返した後に、アーカンソー州、リトルロックに落ち着き、そこで育つ。クラシックピアノを9年間学び、 学校では合唱隊の長を務めた。そして、中学時代にユースキャンプで、ミートローフのアイドドゥアンサイング・フォーラブを、ピアノで弾き語りをしたことがきっかけで、ベン・ムーディと共にバンドを始めることとなった。以後の経緯は、エヴァネッセンスを参照。エ m ミー・リーは、ゴーイング・アンダーの PV で使われた衣装やグラミー賞、受賞式できたドレス、他にもライブで着る衣装を自分でデザインしている。 2007年1月9日に収録されたテレビ番組内で前日8日に婚約したことを明らかにした。お相手は4歳年上でセラピストのジョシュハーツラー。後にブリング・ミート・ライフやグッド・イナフが婚約者にインスパイアされて書いた楽曲であることも語られた。二人は同年5月6日に挙式しハネムーンでバハマに滞在した。 2014年7月28日結婚相手との間に第一子出産。音楽以外の面でも、リーは転換協会のスポークスパーソンとして、アウト・オブ・ザ・シャドウズというキャンペーンを行っている。これは転換への注意を喚起し、差別されることなく平等に扱われるようにすることを目的としている。リーの弟は転換発作を過去に起こしており、 彼女自身がそこに居合わせていた経験がある。そのため、家族全員にとって、重要なプロジェクトになっているという。バークス 7.05-13AFP-BB ニュース2007年12月4日、エヴァーネッサンスシンガー、エイミー・リーバース2ベビーボーイ・ジュライ28-2014アウト・オブ・ザ・シャドウズ。ありがとうございます。